こちら石川県輪島市の上空です。すべてが真っ黒になってしまっています。炎症が続いております。上空からでも炎や煙が確認できます。石川県輪島市の上空です。輪島市から少し離れたところにいるので、輪島市の上空、火災現場の様子です。未だ、午前7時53分、石川県輪島市の上空です。地震の男性のものからちょっと浮いたか、でも浮いとるんやな。10センチ以上は。本当だ、こんな車が揺れてんの初めて。